私がおすすめするゾンビアニメをご紹介。ダダーン、 N 子だよ。皆さん、ホラー作品は好きですか？海外のホラーの定番といえばゾンビものですが、日本のホラー作品は幽霊ものが多く、ゾンビはあまり主流ではありません。一説によると、これは日本のお葬式が仮装であるためと言われています。土葬する地域に比べると、ゾンビはホラー作品としては流行らなかったという背景があるそうです。でもこれはホラージャンルに限った話。日本には自由な発想で描かれるゾンビアニメがたくさんあるんですよ。そこで今回は私がおすすめするゾンビアニメをご紹介。ホラーが苦手な人でも楽しめる作品もありますので、気になる作品があったらぜひチェックしてみてくださいね。それでは行ってみましょう。まず最初の作品はこちら、ゾンビランドサガ。ゾンビなのにアイドル、正反対とも言える要素を見事に組み合わせたゾンビアニメの超異色作。ゾンビものなのにホラー要素はゼロ、代わりに笑いと感動がギュッと詰まった作品です。主人公の源さくらは、東京のアイドルオーディションを受けようと決意して自宅を飛び出した途端、トラックにはねられて死亡してしまいます。しかし10年後、ゾンビとして目覚めたさくらは、謎の青年辰巳孝太郎から佐賀県を盛り上げるためのご当地アイドル企画、ゾンビランド佐賀プロジェクトのことを聞かされます。さくらは自分と同じようにゾンビとなった少女たち6人とアイドルグループフランシュシュを結成。ゾンビならではのトラブルを乗り越え、メンバー同士の絆も深めながらアイドルとして成長していくフランシュシュの活躍が描かれることになります。一番最初、冒頭1話のそのトラックにはねられちゃうシーン以外は全く怖くないです。なのでそこさえ超えられれば笑いあり涙ありの作品だったので、楽しめること間違いなしです。監督は大人気アニメワンピースでもシリーズディレクターを務めた堺宗久さん。制作はハイクオリティな作画でも知られ、近年では呪術廻戦なども手掛けているマッパ。冗談みたいな設定のアニメですが、スタッフは大真面目です。あまりの好評っぷりに、2021年には第2期ゾンビランドサガリベンジもテレビ放送されました。ネットフリックスでは第1期ゾンビランドサガが配信されていますので、まだ見ていない人はぜひチェックしてみてくださいね。そして次に紹介するのは、鋼鉄城のカバネリ。戦国時代の日本のような、それでいて蒸気機関が発達している独特な世界観が特徴で、ゾンビ、バトルアクション、時代劇、スチームパンクなど様々な要素が組み合わさった作品です。噛んだ人間をウイルス感染させて同族に変えてしまう怪物カバネに覆い尽くされた世界で、かつて妹をカバネに殺された少年生駒、カバネに対抗するべく独自に武器の開発やウイルスに対抗する方法を研究していました。そんなある日、生駒の住む荒金駅に早城の一つ鋼鉄城が不思議な少女無名を乗せてやってきます。同じ日、カバネに乗っ取られた早城が荒金駅に突入。生駒の日常は瞬く間に地獄と化し、混乱の中でカバネに噛まれてしまいます。カバネに噛まれるものの、生駒は自作のウイルスの侵食を食い止める器具で一命を取り留めます。しかし理性は人間で、体はカバネという人間でもないカバネでもない狭間の存在、カバネリと化してしまうのです。そしてカバネからの脱出口の中で、仲間たちからの信頼を勝ち取り、同じくカバネリだった無名との絆を深めていくことになります。そうですね、まず最初に印象的だったのが、やはりカバネの脅威
でしたね。で、なんといってもまあ本当に作画がすごく素晴らしい作品なので、アクションもすごく見応えがありましたし、スピーディーでしたし、カバネが襲ってくる迫力っていうのを感じられました。そしてまあこのカバネっていう新たな存在、イコマが人間でもないカバネでもないカバネリになったことで、本当にいろんな人間模様も描かれる作品になっています。この作品の中の救いは、ムメイちゃんがすごく可愛いらしいっていうところですかね。他にもあの魅力的なキャラクターがいっぱい登場します。なのでこのキャラクターたち、そして主人公イコマのまっすぐさがすごく魅力的な作品だなって思いました。監督は進撃の巨人シリーズでも知られる荒木哲郎さん、制作も同じく進撃の巨人を手掛けたウィットスタジオです。また脚本はコードギアス反逆のルルーシュや革命機バルブレイブなどで知られる大河内一郎さん、キャラクターデザインは超時空要塞マクロスシリーズや機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争でも知られる三木本春彦さん、制作スタッフも超豪華で、まさに日本が誇るゾンビアクションアニメ。ネットフリックスではテレビシリーズだけではなく、後日談を描いた鋼鉄城のカバネリウナと決戦も配信中です。ヒロインムメイちゃんがとにかく可愛いので必見です。そして日本発祥のゾンビものといえば、この作品は欠かせません。ゲームや映画も大人気なバイオハザードシリーズです。ゲームをプレイされた人も多いと思いますが、実は 3DCG でアニメ化もされているんです。2021年7月からはアニメ最新作となるバイオハザードインフィニットダークネスがネットフリックス独占配信中です。ゲームバイオハザードシリーズファンにはおなじみのレオン・スコット・ケネディと同じく人気キャラクターであるクレア・レッドフィールドがダブル主人公として登場します。ゲームの世界観を崩すことなく映像作品として楽しめる作品なので、ゲームファンはもちろん、ゲームは未プレイという人もバイオハザードの入り口におすすめです。バイオハザードのゲームは、友達が遊んでいるところを隣でクッションの後ろに隠れながら見てました。今回のアニメシリーズはシリーズなので、今までの映画とは全然違うような、あの海外ドラマのような展開になってるので、本当に普段海外ドラマを好んで見る人や、まあ、アニメシリーズのように話数の展開が気になるっていうような方にうってつけの作品だと思います。そして本作の魅力にもなっているのが、圧倒的な映像美。キャラクターの動きや表情もすごくリアルですし、真の主役ともいえるゾンビもすっごく怖いんですよね。この映像は数多くの実写作品を手掛けた羽住英一郎監督による実写撮影の技術とモーションキャプチャーの融合によって作られています。本作のメイキング映像は Netflix アニメ YouTube でも公開していますので、気になる人はぜひこちらもチェックしてみてくださいね。またバイオハザードインフィニットダークネスだけではなく、バイオハザードディジェネレーションやバイオハザードダムネーションも Netflix で配信中ですので、こちらもぜひチェックしてくださいね。さて、様々なゾンビアニメを紹介してきました。ゾンビといえばホラーで怖いサバイバルアクションものっていうイメージが強いですが、日本のゾンビは本当に多様ですよね。こうした自由な発想があるのもアニメの魅力です。これからも魅力的なアニメ作品をどんどん発信していくため、私もゾンビになっても頑張っていこうと思います。また作品の感想や紹介してほしい作品リクエストなどもコメントしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。